越美騒動筆記は、中国、真の木遥が表した、文言小説集である。カバの省令の妻、両彩、詩位の流行によって、陸朝時代の司会小説復興は模倣者を、海角境を取り戻し始めたが、およそ80年後この動きに拍車をかけたのが、円米とキハルカである。四個前書の総参観であった木遥は、両彩詩位を著書と認めず、 祭祀の筆であるとし、カバノ省令の才能を認めながらも、作者の死による加工の世界を展開する下作として、低級なものと主張し、カバノ省令に批判的な姿勢を鮮明にした。木遥かは、真の憲竜54年から家境3連にかけて、越美騒動筆記を執筆したが、模様昇華録の次女によれば、憲竜54年の夏、四個前初事業の作業が終わっており、長い昼、 かつて見分した珍しい話を思い出すままに書き綴ったものが模様昇華録となった。木遥は,は字が下手だったので少華に聖書させて保存するよう命じた。ところが、少華は聖書二部作り、一部を書店に売って私服を肥やした。これによって、木屋かつ木屋らし著、模様昇華録六巻が刊行され好評を博したらしい。気を良くした。 木遥は、以後も執筆を続け、ニョゼガモン四巻、エンジュニシザシ巻、シュートメミダリチョウの四巻、模様続録六巻の順に単行観光した。真の佳京五年に、木遥門人の森時彦の人が合刊し、木遥が光越、越美騒動筆記と命名し観光した。美騒動、ありがとうございます。